突如現れた18歳の剛腕投手。今年高校3年生の世代である若者が高校野球とは違う世界で進化を続けていました。高校、大学など何らかの理由でリタイアした選手たちがもう一度野球を続け、高いレベルの野球を学ぶことができる野球専門学校カンメディベースボール学院。夢を諦めていないか、俺たちと共に、俺たちと共にその熱い心をもう一度燃やしてみないか。夢叶うまで挑戦。いいコンセプトです。そんなカンメディに昨年末以来の取材に行ってまいりました。現在名コーチの佐藤義則さんがいらっしゃることもあり、数多くの優秀なピッチャーを発掘育成されているこの環境。これまでも現在四国愛媛マンダリンパイレーツで活躍する澤田投手や、三菱自動車京都ダイヤフェニックスにて活躍する石田投手、さらに現役では前回密着しました山本幸輝投手、一回りも二回りも大きくなり現在エースとして絶賛成長中でした。しかし今回注目したのは山本投手ではなく、本日はカンメディベースボール学院、はい、第、74回目の潜入形になりますけれども、今回もまた非常に注目したい、はい、また世に知らしめたいピッチャーがいるということでやってまいりました。その投手の名は橋本春投手、18歳、昨年カンメディに入ってきたピッチャーです。なぜ注目したかというと、現在一番の成長株であり、先日行われましたオリックスの2軍戦で6回を1失点という好投を見せたのです。おー、ナイスボール。カンメディっていうのはこういいピッチャーがどんどん出てくるんですかね。やっぱりピッチャーを見てるコーチがいいですよ。はい、やっぱり、隣にいらっしゃる僕でしょ怒られるわ、佐藤さんに怒られる高校1年生の時はどれぐらい投げてたんですか。もともと速い部類でした。いや、高校入る前が125、5とか、ほうほうほう、で高1の秋の新人戦で40。はあ。そして現在はマックス149キロとなるかなりの逸材である今18歳の橋本投手。なぜカンメディにいるかというと、野球を頑張っていきたいと、和歌山の高校に入るもまさかの勉強優秀コースに入ることになってしまい、野球との両立がうまくいかずやむなく中退したとのことでした。しかし野球は続けたい、そこで選んだのがカンメディベースボール学院でした。途中でリタイアした選手たちにもう一度頑張る機会を与える環境、そこで橋本投手が再び野球を続けていたのです。野球ができる環境はもう高校野球だけではない時代ですね。おお。はい。はい。25。ナイスボール。はい。
おー、ナイスボール。おー、ナイスボール。いいキレ。はい。はい。ぜひ、ジャック。おー、ナイスボール。おーゆう45球目次。いやいいですね、キャッチャーキャッチャーっぽいです。非常にカマ、はい、伸びてる。あ、カードはい、次が落ちる。次、待ってる。キャッチャーっぽいっすか、キャッチャーっぽいっすか。よっしゃー、おー、おめえの言葉が。じゃあ僕の、これ待って。どうでした。はい、ご覧の通り震えてる。毎度恒例の震えですね。あ、すごい震えてる、ね、重い。この間の境界の吉村投手はどっちかって木で、はい、広畑投手はバズーカ。あー、うん、間。なるほど、強さ、ね、ゴーって感じですよね。楽しみだね、これは。楽しみですね。最後に好投したオリックス戦について少しお話伺いました。オリックスどうでした。際どいところですね。まっすぐ空振りっていうのも結構取れました。ピッチングが結構難しい。自分の球自体はこう勝負できるかなっていう感じ。多少は、いや、今の感じだったらまだできない。まっすぐ綺麗っていうのもちろん磨いたいと思います。高校3年生の年で社会人やプロと対戦できる環境はそれはそれで羨ましい。今後の橋本投手の成長が楽しみです。我々の草野球チーム、あっぱれのグッズを作ってます。近々新商品も出す予定です。そちらもチェックしてみてください。